ミンミンゼミは、カメムシモクヨコバヤモクセミカに分類されるセミの一種。和名通りの、ミーンミ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 ーという鳴き声がよく知られている。分類については従来まで和族に、アンコタンパが用いられていたが、フィリピン産のタイプ種との違いが指摘され、ハイレッセに変更された。成虫の体長は33から36ミリメートルほど。 幅が狭い頭部と太くて短い腹部を持ち、太く短い卵型の体型をしている。ただし羽が体に対して大きく、羽を含めると油ゼミとほぼ同じ大きさになる。体色は、胸部と腹部の境界付近が白いが、他は黒地の地に水色や緑色の反紋があり、日本産のセミとしては、比較的鮮やかな体色をしている。 黒縁部がほとんどなく青緑色主体の個体もおり、これらはミカドミンミンと呼ばれる。抜け殻は、ツヤがなく、アブラゼミと同じくらいの大きさ。また、このセミは、アブラゼミやニーニーゼミなどとは異なり、ヒグラシやエゾハルゼミと同じく森林性であるが、東京特部や神奈川県横浜市、宮城県仙台市などでは、例外的に街中でもミンミンゼミが、 数多く生息する日本国内では、北海道南部のお島半島から本州、九州とその周辺当初にかけて分布する。北海道ではこのほか孤立した生息地として、上山系温泉、道東の屈舎ロコに突き出たワゴン半島がある。かつては、北海道全域に生息していたが、気候の寒冷化に伴い分布北限が南下した際に、温泉や、 火山活動により、地熱が高いところで生き残ったと推測されている。地元の昆虫研究家の観察によると、ワゴンのミンミンゼミの幼虫は、多くが、樹木に登らず、クマザサの葉裏で羽化する。ワゴンミンミンゼミ発生地は、分布北限として、1951年に、国の天然記念物に指定された。ワゴン半島のミンミンゼミ個体群が、 北海道のレッドリストの地域個体群の指定を受けている。東日本では平地の森林に生息し、都市部の緑地などでも多いが、西日本では都市部にはほとんど生息しておらず、やや標高が高い産地を好んで生息している。成虫は7月から9月上旬頃に発生し、桜、欅青霧などの木によく止まる。 アジア大陸では中華人民共和国下北地方や朝鮮半島に生息し、市街地で見られる。鳴き声は日本産のミンミンゼミとはやや異なり、冒頭のミーンが鳴くいきなり、ミン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 ミーとなる。また、津島産のミンミンゼミの鳴き声もこれとよく似ており、東京周辺のミンミンゼミの鳴き声とは幾分異なっている。なお、つくつく帽子も、 日本産と大陸産とでは少し鳴き声が異なる。中国では、北京や大連などで多く、特に大連では、非常に多い。日本の民民ゼミは、土地の気候条件によって分布する範囲が限定され、安い。そのため油ゼミをはじめとする他のセミと比べ、非常にいびつな分布をしている。分布決定にはもちろん、他の原因が絡むこともあるが、 とりわけ重要な決定要因として気候が挙げられる。もっともこれはミンミンゼミに限らずほぼ全ての昆虫において見られる傾向であるが、とりわけミンミンゼミにおいてはこの傾向が強く見られる。これは気候の変化に対するミンミンゼミの感度が強く繊細な昆虫であることを意味する。ミンミンゼミは油ゼミやクマゼミと比べると暑さに弱いとする説がある。 これは、著名な昆虫学者であった、加藤忠潮の著作の、セミの生物学において、関東ではミンミンゼミや日暮らしが、平地のどこにでも住んでいるが、関西では、産地性で、ふもとの平地には見れないことが多い。このような違いは、極めて微妙な温度の違いに、関係のあることであろうと述べていることに発するものと、見られる。ただ、 夏の暑さについて述べているわけではない点には注意が必要である。生息状況をもって、ミンミンゼミは暑さに弱いとするには疑問が多い。例えば、夏の暑さが厳しい熊谷や甲府にも生息するという事実がある。また仮に暑さに弱いのであれば、秋など季節をずらして出現すればよく、ミンミンゼミが西日本に広く生息していない理由を、 説明できない。甲府の民ミン,ミンゼミについては、体の黒みがほとんどないミカド民ミン,ミンが、同盆地の夏の高温に対する耐性を身につけたタイプとして発生するという続説もあるが、このミカド民ミン,ミンは、夏の暑さが取り立てて、厳しくない特定の地域においても、局所的に多発することが知られている。具体的には、山形県の飛島、新潟県の淡島が、 その代表例である。飛び島ではとりわけミカドミンミンの発生確率が高いが、いずれの島も夏の気温は低めで過ごしやすい。このため、ミカドミンミンの発生と夏の気温の相関はないとする説が有力である。なお、ミカドミンミンは山梨県のレッドリストで要注目地域個体群の指定を受けている。ミンミンゼミは、傾斜地の樹木に生息することが多い。 東京23区内でも、ミンミンゼミが多いのは、傾斜地の公園であり、平坦な公園では少なく、アブラゼミが主流となっている。これは、ミンミンゼミの幼虫が、傾斜地における土虫を好んで生息するためである。口述のようにミンミンゼミの幼虫はやや乾燥度の高い土虫を好むのであるが、傾斜地における土も日中は、太陽の光が当たりやすく、 高温乾燥状態となりやすいためこのセミにとっては良好な環境である。そして乾燥した土を好むというこのような幼虫の性格を見越し、ミンミンゼミの成虫は傾斜地における木を選んで卵を産みつけるのである。なお、ミンミンゼミが元々は低山帯の谷沿いに多く生息していておねそいでは少ないのも上述と同じ理由による。 谷沿いは、オネ沿いと比べて、高温乾燥状態となりやすいため、谷沿いに繁殖しやすい。ミンミンゼミの鳴き声は、日暮らしと同様に、日本のドラマ、アニメなどの効果音としても使用されており、夏の風物詩として知られているが、ミンミンゼミの生息分布は、東日本の太平洋側が中心である。一方、東日本日本海側や西日本のミンミンゼミは、 産地に生息しており、人口の多い平地には、基本的に生息しておらず、鳴き声を聞く機会は少ない。代わって、アブラゼミやクマゼミの生息数が多いため、これらのセミの鳴き声が、夏の風物詩となっている。なお、北海道や青森県の市街地では夏にセミ自体の、声が少ないため、セミは、夏の風物詩にはなっていない。 夏の風物詩ミンミンゼミのオスは午前中によく鳴き、鳴き声は大きな声で、人間の耳ではっきり聞き取れる。標準的な聞きなしとしては、ミーミン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 ミーなどであり、この鳴き声を繰り返す。このミンという鳴き声は3回ぐらいの時もあれば、5、6回以上続く時もある。ミンミンゼミとクマゼミはよく住み分けをしていると言われる。ただ、 両種は異なる種であり、生態に違いのあることは当然であり、単に人間が体感的にそれらの違いを住み分けと解釈しているのである。例えば、セミの出現する時期、好みとする樹木、林の明るさ、樹木の幹の太さ、泣いている、時間帯などは種によって様々である。このような違いがある一方で、セミの生息する密度が増すことで、 生息分布が広がり、生息域や鳴いている時期が重なることもある。実際、ミンミンゼミとクマゼミにおいても、同時期に出現する地域があり、高知県の桂浜、愛知県の厚見半島、伊豆半島など、各地にある。これらの地域では、ミンミンゼミとクマゼミは同時に鳴いている時期がある。このような同時に鳴いている時期があることは、一方がもう一方を避けたり、 追いやったりする状況にはない。すなわち、ミンミンゼミとクマゼミには明確な住み分けは見られないことを示唆している。東京都の沿岸部においてもクマゼミが徐々に定着してきており、クマゼミの増加とともにミンミンゼミの出現する時期と重なることで、やがて同時に泣く時期が生じるようになると見られる。いかに、ミンミンゼミとクマゼミに関する様々な説を挙げておく。 ミンミンゼミとクマゼミの鳴き声は人間の耳で聞く限りは全く違って聞こえるがこの二種のセミの鳴き声のベースとなる音はほぼ同じでありその音をゆっくりと再生すればミンミンゼミの鳴き声に早く再生すればクマゼミの鳴き声となるこのように両種のセミの鳴き声には共通点があるためクマゼミとミンミンゼミは互いに住み分けをしていると言われるクマゼミが ほぼ収束した頃に民ミ民ンミンゼミの発生が始まるという説がある。西日本の領主が生息している地域でそのような傾向がある。特に広島県東広島市の市街地では明確に住み分けがなされているように見受けられる。民ミ民ンミンゼミと熊ゼミは共に午前中によくなく種類であり、このことが領主のセミで時期的な住み分けを必要としているという説がある。 ただ、ミンミンゼミは1日中鳴いているセミであり、両種が住み分けを要することには根拠が薄い。ミンミンゼミの初なるは2020年度まで気象庁、含む各地で生物季節観測されていた。生物季節観測の推移はソメヨシノの開花など気候変動の目安として利用されるが、ミンミンゼミの発明の推移には特異な傾向が見受けられる。例えば、 関東甲信地方や東北地方では民民ゼミの発名が早まる傾向がある一方で、北陸地方や高知県では遅くなる傾向がある。2010年以降はこの傾向が特に顕著となり、近年、民民ゼミの発名が全国で最も早いのは、埼玉県熊谷市で7月中旬頃である。このことから、現在では、 関東地方に住む人にとって、ミンミンゼミは成果に泣くイメージのセミである。近年、関東甲信地方や東北地方でミンミンゼミの発、明が早まる傾向がある。地球温暖化に伴う平均気温の上昇が、ミンミンゼミの発明と相関があるならば、全国的に、発明が早まって良いものであるが、他の地域の発なるには、相関があまり見られない。 これは、ミンミンゼミの出現のトリガーとして、気温以外に必要なパラメータがあることを示唆している。その可能性として、ミンミンゼミが、軽車地を好む、すなわち乾燥した土壌を好む性質があると、考えられる。ここで、土壌が乾燥する条件としては、一降水量が少ない、二日照が多い、三黒木土など水はけの良い地質である、四軽車地、などが挙げられる。 乾燥した状態で地中温度が上昇することが、ミンミンゼミの出現のトリガーであるならば、近年のミンミンゼミの発明の推移を説明しやすくなる。ミンミンゼミの発なるについては、夏の降水量すなわち梅雨の影響が大きいと考えられる。梅雨は、年によって、また地域によって千差万別ではあるが、平均的な特徴として、南に行くほど、そして西に行くほど、 降水量は増える傾向がある。また梅雨明けの平年値は南ほど早く北に行くほど遅くなる。夏に降水量が多く粘土質で水持ちが良い土壌の広がる西日本では民民ゼミの生息域が限られている。傾斜地を除けば降水量が比較的少ない瀬戸内地方やあるいは黒木土が広がるサニー地方において発明が 安定的に観測が記録されてきた。兵庫県の神戸市や相本市は途中で生物季節観測を取りやめてしまったが、松江市は2020年の観測終了時まで行われた。これらの地点の平年値は7月下旬頃である。また、夏の降水量が比較的少なく、黒牧土や関東ローム層が広がる東日本のエリアでは、 ミンミンゼミは平地を含めて広く分布しており、初なるは年々早まる傾向がある。中でも、降水量が少ない山形、長野、甲府、熊谷市などは全国的に見ても発明が早い。これらの地点より、降水量が多い東京や横浜は発明が少し遅れ、関東地方で比較的降水量が多い前橋や宇都宮では初。 名の平年値は8月に入る。長野県においても、長野市と飯田市では発明の時期が10日以上ずれており、降水量が多い南新地方の飯田市における平年値は8月上旬である。セミは、梅雨明けよりも土壌が少し乾燥するのを待って出現する傾向がある。また、生物季節観測はされていないが、京都など西日本の各地において、ミン,ミンゼミが、 バンカに泣き始める点にも当てはまる。一方、発明が年々遅くなっているエリアとして、高知県や北陸地方がある。高知県は、2020年に、発明が1981年の観測記録開始以降では最も遅い8月1日で、あったが、これは7月の記録的な長雨が影響していると見られる。また、 北陸地方では発明が観測されない都市が増えている。これらの地域は飛行水量や時間降水量が増えて自然環境が変化し、民民ゼミの個体数が減少している可能性もある。ありがとうございます。